EC サンジョゼは、ブラジルリオグランデドスル州ポルトアレグレを本拠地とするサッカークラブである。ブラジル国内には、サンジョゼと名乗るクラブが他にもあるため、サンジョゼ RS と表記されることがある。1913年5月13日、コレジオサンジョゼというカトリック校の生徒たちによって、SC サンジョゼとして創設される。クラブ名は彼らの学校の名前から取られた。 1913年6月22日、クラブにとって最初の試合を、イルスベレーンと行い、2から0で勝った。1914年8月30日、カンピオナートダシダーデという大会で、クラブにとって最初の公式戦を行い、フリッシュアウフに3から0で勝った。1963年、リオグランデンセを下して、カンピオナートがウショ2部に優勝し、 最初のタイトルを獲得した。ナシエスタジオパッソダレイアは1940年に完成し、最大収容人数は1646人で、あるサッカーの他には、バスケットボール、ボッチェ、フットサル、ローラースケートといった部門を有する。小さなジョゼを意味するゼキーニャの愛称が用いられる。ありがとうございます。